今日もルート66からお送りします。こんにちは、パンキアコです。洋楽英語発音講座へようこそ。これ実は2回目の録画になります。1回目はね、やったできたと思って50分以上の講義を録画した後にはって気づいたのが、画面録画できてなかった。で、試験的にちょっとラフな感じで言っていますが、今回の動画がどうなるか、ちょっとこれね、撮影して後で見てみてびっくりってことがあるんですけども、手元でね、 iPad で書きながらいつも録画してるんですけど、それが録画できてなかったんですよ。もうがっかりしてしまって。でも気を落とさずに頑張りたいと思います。 Let's get started。 はい、では今日はふみこさんからリクエストいただきました All of Me を解説していきます。ところでね、髪をね、これブリーチしてから自分で染めたんですよ。どうですか、ちょっと明るくなりすぎましたよね、これ。うちね、ワンちゃんを6匹飼ってて、コロナ禍が始まってからトリミング行ってなかったんですね。で、久しぶりに1年ぶりぐらいに行ったら、もうとんでもないことになってたんで、1年間ぐらいの間に一番大きい超大型犬の子で2万円ぐらいかかっちゃったんですよ。なのでファンキーアコはいつも自分のヘアは自分でやっております。全然関係ない話でごめんなさい。はい、ではいきますね。ではまず歌詞の訳をやっていきます。はい、 All of me、 私のすべて。これはですね、身も心もという意味合いが含まれているようですね。ウィキペディアによりますと、 All of me はジェラルド・マークスとセイモア・シモンズが1931年に作曲したポピュラーソングであり、またジャズのスタンダードであるということです。で、 All of me なんですけれども、正式な文章にすると Why don't you take all of me?という風になります。で、歌の場合はですね、リズムに合わせたりするために歌の歌詞をですね、一部省略したりとか順番を入れ替えたりとか、そういうことがよくあるんですね。で、文法を崩している場合がよくあるんですよ。例えばですね、前回解説しました Don't know why、 あれも I が省略されていて Don't know why ですね。で、それとかビートルズの歌で She doesn't care というところを She don't careと言っているものもあります。これは語呂がいいんですよね。でもですね、英語を学ぶときには正しい文法を知った上で省略形を学ぶことをお勧めします。はい、ここから訳ですね。 All of me, why not take all of me? どうして私のすべてを持っていかないの、と言っていますね。 Why not? どうして何々しないの。 Take, 持っていく。 All of me, 私のすべてをですね。 Can't you see I'm no good without you? Can't you see というのは Don't you see とも言えますけれども、わからないという意味ですね。 Can't you see I'm no good? I'm no good. 私は良くない、私はダメ。 Without you、 あなたなしでは。わからない、私はあなたがいないとダメなの、と言っております。 See というのは見るという意味もありますが、わかる、理解するという意味にもなりますね。例えば I seeと言えば、わかりますとか、わかったよって意味になりますね。Take my lips. I want to lose them. Take. これ、どうしていきなり来ているときは、命令形ですね。Take. 何々を持っていく。My lips. 私の唇を。だから、私の唇をも一緒に連れて行って、と言っていますね。I want to lose them. 私は何々したい。それらを失いたい。それらっていうのは、唇のことですね。2枚あるので。あなたに奪われたいから、と言っています。で、同様に、Take my arms。私の腕も連れて行って、I'll never use them. I will never なので、これから何々、決して何々しない。use、使う。それらを使う。使わない。だから、もうそれいらないから、使わないから。私の腕も一緒に連れて行って、と言っていますね。Your goodbye left me with eyes that cry. あなたに別れを告げられて、私は泣くことしかできない。Your goodbye、 あなたにさよならを言われること。 Left me、 Left はleave の過去形なんですが、 leave 誰々で誰々を何々の状態にする。だから、あなたのさよならが私を以降の状態にする。 With eyes、 私が目を持っている。 That は eyes を説明するものだから、 eyes が cry、 泣いている。だから、 Your goodbye left me with eyes that cry。 あなたに別れを告げられて、私は泣くことしかできない。 How can I go on, dear, without you?
How can I go on? Go on で進んでいくとか生きていくという意味がありますね。 on というのは動詞と一緒になると継続するというニュアンスが出ます。で、dear は愛しい人という呼びかけの言葉ですね。だから How can I go on, dear? 私はどうやって生きていけばいいのとあなたなしでと言っていますね。 You took the part that once was my heart. あなたがそのパートを持っていった。で、そのパートというのは once、かつて was my heart、 私の心。 The part というのは my heart のことですね。で、心と他の部分の対比がされています。心は持っていっていかれました。でもその他の部分、唇とか腕とかは持っていかれてないわけですね。そういう含みがこの文章にはあります。 So why not take all of me? どうして私のすべてを持っていかないの。 Why not take all of me? と言っていますね。で、 Why not っていうのは先ほど説明しました。 Why don't you? というあれ説明したっけな。 Why don't you? はい。で、 Why not っていうのは先ほど説明しました。Why don't you? とほぼ同じような意味になります。まあ、厳密に言うとね、微妙に違うみたいですけれども、まあ、この歌詞の場合は大体同じっていうふうに考えられますね。どうして何々しないの、何々すればという感じになりますね。ここから訳をやっていきます。 All of me. Why not take all of me? はい、これですけれども、 All これは大きい、比較的大きなあに近いおですね。All. で、L の時は舌を前、上の前歯の裏のあたりに必ずつけます。All ですね。歌の場合はこの L がつかない場合もありますけれども、原則的に L はつきます。All of me. で、次の of が I my boy に V の音ですね。V。なので of。of。曖昧母音はあでもいでもうでもえでもおでもない曖昧な音、という音ですね。それにぶですね。で、ぶという音は F と V が摩擦音なんですが、 F の場合は、下の、唇に前歯の上の前歯を軽く当てて、噛むわけじゃなくて軽く当ててふふふとしたものが F で、それに音を出すと V になりますね。で、この時は of 音のあるものですね。で、 me なんですが、 me は I にこのマークがついて点々がついて、比較的日本語の e に近いですね。 me それでもクリアにね、ものすごく me っていうわけじゃなくて、軽い感じで me ですね。 all of me という感じです。 All of me. で、次 Why not take all of me? Why ですけれども、 W から始まるのでうですね。日本語のうよりももっと口を尖らせるという感じですね。 Why で、このここが I という二重母音なので Why ですね。で、二重母音って何ぞやっていう方はこちらの動画を見てみてください。日本人はほぼほぼ二重母音を伸ばして発音してしまう傾向があって、で、その理由なども説明されています。ぜひ見てください。で、次 not なんですが、この o は大きいあになりますね。 not ですね。 why not 何々すれば、どうして何々しないのという意味ですね。で、次の take の t、最初の t、t、t ですね。強いですね。日本語の立ちつてというよりもずっと強いですね。t、t ですね。で、この次のね、a が二重母音。take。why not take? not の t が、この次の t とくっついて、これがないみたいになりますね。not take。で、all of me ですね。これ。さっき説明したのと一緒です。Can't you see? ですけれども、この can の a、 このあの音ですね。これはあの口でえを言う。えという音ですね。で、それが軽いものが can できる。can't。ここのね、can、a の音が強いものが否定形の方になります。この場合は否定形なので強く can't と言いますね。で、t と u がくっついて、Can't you? Can't you? となります。Can't you see?
can't you see? で、see の時のいいですね、これ。さっきの me の時と一緒ですね。で、この see というのは、この彼女の she、she、これとは音が違いますね。この見るという方は、海という単語と同じ発音で、see、see。カタカナで言えば、すにちっちゃいいみたいなね。see、see。で、この彼女の場合は、see、あ、違う。she ですね。she、she。見るは、see。彼女は、she。see、she。違いますね。はい、この場合は、クリアな方の see という方ですね。で、I'm no good without you。これは I がまず二重母音 I で、それに M がくっつく I am の M がくっついて I'm となりますね。で、No は O、ここ二重母音 No じゃないぞ、この No じゃなくて No 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 ですね。で、次の Good Good なんですが、これは G という子音の後に OO はう、う、うという発音になりますね。で、その次が D、D、D。だから、good, good, good となりますね。I'm no good. I'm no good. で、without you ですけれども、まず W、うですね。で、次の音が I。これがだらしのない愛と私が呼んでおりまして、で、それはどういう愛かと言いますと、日本語のイよりもちょっとエに近い、エという音ですね。イよりもちょっとだらしがない、だらっとした感じ、リラックスした感じで、イじゃなくて、エ、エ、ちょっとエ寄りの感じ、エ、エですね。だから、ウェ、ウェとなりますね。ウィ、ウィじゃなくて、ウェ、ウェですね。で、この th ですね。これ英語らしい音に欠かせない th。これはこちらの動画で説明しています。あの th をザジズゼゾで代用してはダメですね。with, with, with, with じゃなくて with, with。舌をこの歯にね、触れさせる。で、でですね。で、次の out ですけれども、これは out ではなくて、この部分が aw みたいになるので、out, out。ですね、だから without, without, without となります。で、 without とその次の you がくっついて without you になる時もあれば without you, without you になる時もあります。どっちでもいいです。 without you もしくは without you ですね。必ず th は the ですね。 without, without, withoutwithout。 あの、この th と out が早く発音されると without, without, thout, thout のようになりますね。 without, without ですね。歌うとしたら all of me, all of me、 all が強いですね。 all of me, all of me。 why not take, why not take、 ここ強いですね。強いっていうか、まあ長い、重要っていうことですね。 why not takeAll of me, all of me. Why not take all of me? Take は必ず take じゃなくて take, A ですね。Take. Why not take all of me? All of me. Can't you see? この can が大事ですね。Can't you see? Can't you see? I'm no good, I'm no good. No は O ですね。I'm no good, I'm no good.Without you, without you, I'm no good without you. All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you. はい、じゃあ次行きます。Take my lips, I wanna lose them. Take, はい、先ほども出てきましたけれども、ここ弾かせる、ツッツですね。で、これ二重母音だから、take, take, take. これ特に読まないくですね。take my lips, take my lips, lips, lips なんですけれども、これなかなか難しい単語なんですね。あの L で、あの舌を上にね、ベロを上の前歯の裏側にペタッとくっつけます。結構ね、強くね、発音します。れ、れ、
れですね。でその時に次が次の愛がだらしのない愛なのでいいではなくてちょっとえよりのええですね。だかられですね。でこの PS これ子音と子音がくっついたものでこの間に例えばこの U というプのうが入るわけではこれないんですね。これ入んないんですね。日本人はどうしても子音と子音の間にね母音を入れて発音してしまう癖があるんですよ、日本語の癖で。なのでこれは気をつけないといけないんですけれども、こちらの動画で説明してあります。どういうものが子音子音の連続する単語なのかということを一度見てみてください。だからレプスプスですね。プスレプスプスじゃなくてレプスレプスですね。 I wanna lose them。 まず I は二重母音だから I ですね。 II じゃなくて I となりますね。 I 大きいですね。 I が I あの音かな。 I で one two を早く言うっていうか省略っていうかこうを簡単に言うときに wanna って言いますね。 wanna でこれはこういうふうにね書くんですが、これ発音記号で書くと、はい、最初のあが大きいあです。 wa ですね。あ、だから W だから口調うですね。で大きいあですね。あで次になが来るんですけど、この時の母音が曖昧母音なのでちっちゃいあですね。ちっちゃいあっていうかまあうみたいな音ですね。ってことはわーぬわーぬわーぬとなります。まあ早く言うと I wanna なっちゃうんですけれども、厳密に言えば I wanna I wannaとなってますね。 I wanna lose これなんですが、また L から始まるので舌を上にねペタッとくっつける。で次の母音が U ですね。 U Lose ですね。 Lose ですね。 Z でその次に U があるわけではないんで U はこれつけないように、だから Lose となりますね。 lose ですね。 lose で次にすぐに th がきます。でこれは them ですけれども them ではないですね。このカタカナで書くとこうなりますけど、この ze ではないですね。 the ですね。 them ですね。 I wanna lose them lose them I wanna lose themとなりますね。また take ですね。 take これ弾かせますね。 t で a ですね。 take my arms take my arms この arms っていう単語がなかなか難しいですね。まずあと言ってあ次に r がきます。 r でその r の時にはベロがどこにもつかない、空中で浮かせる r ですね。 arm ですね。 arms ちょっと照明がね切れました。2つ照明が今切れました。ちょっと暗くなっちゃった。いいかしら。 r これは前回の動画で今日も出てくるんですけど heart その r の音と一緒ですね。 arm ですね。 arms になります。これ z でさっきも言いましたけど、この後に u が入るわけじゃないのでずだけですね。ずじゃなくてずですね。arms はい。で次 I'll ですね。これ I に L がつく。 I'll I だけじゃなくて I'll でこれここにつかなくても歌の時などはちょっと早いので I'll みたいになりますけれども、 I だけではないですね。 I'll ですね。 I'll never はい、この never なんですけど、この e が英語の e は日本語の e よりももっと顎がガクッと落ちます。え喉の奥でえって言うみたいにね。だからねですね。で次が v の音なので、さっきの f は音を出しませんでしたが、 v はv って言います。 v で噛むわけじゃなくて本当に触るだけで、ふですね。ねで次の er が er という音ですね。これ英語によく出てきます。
ですね。こもった音。だから、never、never、never ではないですよ。never になっちゃうと b になっちゃうのね。b ではなくて、never。この、摩擦したビリビリっていう感じの音が聞こえてきます。never、never ですね。never ではなくて、never。b は破裂音なので、p、p っていう感じなんですよ。でも、v、f はこういう、f、f、f っていう音ですね。v、v、v ですね。次、use、use。use はさっきの lose。これの、ここの部分と一緒です。use、use、use。だからこの lose と use は韻を踏んでますね。use them と lose them。lose them と use them。韻を踏んでますね。だからこの use といった z で終わった後に、この発音記号 z、図の時の次に、これが来るんで、the が。use them、use them、use them。となりますね。I'll never use them. これ忙しいですね。I'll never use them. ゆっくりね、一つ一つ確認しながら、ゆっくりやっていって、で、だんだん速くしていくという感じになりますね。でないと、すぐにできないと思うんですよ。日本語にない音がたくさんこれ含まれているので、I'll never use them. I wanna lose them.Take my lips, take my lips, take my lips. 重要な音がどうしてもね、強い、長いとなりますね。Take my lips, take my lips. 何を持っていってっていう、ことを説明するためには私の唇をって言わないといけないので、Take my lips, take my lips. I wanna lose them, I wanna lose them, I wanna lose them ですね。Take my arms, take my arms, take my arms. I wanna lose them. だから lose のところ強いですね。で、take my arms, take my arms ですね。I'll never, never 強いですね。I'll never 重要なので、I'll never 決して何々ない。I'll never use them. I'll never use them. 次行きます。Your goodbye.Left me, left me with eyes that cry. はい、これですけれども、your, your. これ、実はこの、ような発音記号は、口を割と狭くします。you ですね。で、その時に you ってやると、ベロの縁が、歯にくっつきます。歯の内側に。you 普通に you、まあ、you って言ってもそんな感じになりますけれども、your.発音記号で書くと、この JU、これは U、U、U、U という音ですね。U、U。その次の ER はさっきから出てきている R、R、こもった音ですね。R、Your、Your、Your ですね。Your。Goodbye の Good、さっきの Good 一緒ですね。Good、U ですね。Good、Good ですね。これ、GUD。Good、Good。Bye, bye. これは I, 20母音。だから goodbye, goodbye. Your goodbye, your goodbye となりますね。Left me. これ難しいですね。まず、れ、れ。L なので、れ、れですね。上にくっつけてはっきりと、れ、れですね。れ。で、次の E が、え、えですもんね。れ、れとなりますね。れ。ちょっと落ちる。れ。で、次が FT。これが、これだけのシーンなんですよ。フッ、フッ。だから、left, left, left。で、次の me がくっつくと、left me, left me, left me, left me となってですね、フッの部分が短いんだけれども、ちゃんと聞こえるんですよ。で、これが聞こえないと、こう言ってるみたいに聞こえちゃうんですね。let me, let me, let me。let me って聞こえないために、ちゃんと、この部分を、FT にしないといけないので、left me, left me, left me, left かといって T が大きいというわけじゃないので、left, left me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 。これ難しいですけれども、若干 FT の音が入る
という感じでやってみてください。で、with ですね。で、だらしのない I。with, with, with, eyes, with eyes, with eyes. で、必ず z の音ですね。目が2つあるので、複数形なので、z の音ですね。eyes, eyes, eyes. with eyes, with eyes, with の th と i がくっついて、thy のようになりますね。だから、with eyes, with eyes, with eyes になります。that, また th, that, that じゃなくて that, that ですね。で、この a があの口で a を言うものなので、that, that, この t が今回の場合は t って弾かせるというよりは that, that, that ちょっと上に当てる感じ。that, that. で、cry なんですけれども、cr、これもシンシンで、この間に u という母音は入らない。ので、cr, cr, cr, cr に r, r, r ですね。cr, cr。この y が二重母音 i, cry, 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 that cry,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  left me with eyes that cry, left me with eyes that cry.になります。How can I? How の OW これは二重母音で How と読みます。How, How ですね。How じゃなくて How, How ですね。How can? はい、これがさっきの Can't の時の発音記号のもうちょっと緩いものですね。弱いものですね。だから Can, Can't まで強くなくて Can, Can ぐらいですね。Can I, Can I この N と I がくっついてCan I? Can I? How can I? How can I? How can I? はい、go on なんですけれども、この O は、両方とも O ですけども、こっちの O は二重母音の O。O ですね。で、次の on の時の O は、O ではなくて、あに近い O ですね。だから、go on。go on になります。で、この N で舌を上につけます。go on。On, go on. How can I go on? How can I go on? How can I go on? になります。Go on ですね。Dear は D と言った後に R こもらせる。Dear, dear, dear ですね。Without you, without you これもさっき出てきたのでもう説明省きます。Without you.with じゃなくて with ですね。without, without, without you ですね。without you もしくは without you。どちらでもいいです。はい。では、ここのパートで最後になります。you took the part. you took the part. はい。you はさっきのこれですね。you, you, you ですね。you. took, took は take の過去形で、まあ、t から始まるので弾けます。ですね。で、この OO は good の時の OO と一緒ですね。good, good の時の OO と一緒で、う、うとなりますね。だから、to, to ですね。で、K なので、k, k, took, 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 you took, you took, that が出てきました。はい、th, that ですね。で、次の母音が曖昧母音。曖昧母音はあでもいでもうでもえでもおでもないうううっていう音ですね。だから the, the, the これは弱く発音されますね。で次 part, part さっきの arm ありましたよね。 arm あれと発音が似ていますね。 p なので最初 p の音は弾きます。 p, p, p それに r, r, r arm の時の r ですね。 r と言った後に r ベロはどこにもつけない r。で、t, part, part, part. You took the part. You took the part. part.、Oh. You took the part. part が大きいですね。You took the part. You took the part. took も大きいですね。You took the part. はい、次、that.th に、これがこの発音記号で、あの口で絵を言う that, that, that ですね。that, that. で、once なんですけれども、これは
O から始まってますけども、発音記号で書くとこうなりますね。まず W、う、そしてこの発音記号は calm の時の暗いあでしたね。だからうわですね。で次、ん、ん、ベロ上につける once で S ですね。once、once、once。that once、that once。で次、was ですね。was。これも W から始まって、このあですね。was。今度は Z の音。was、was、was ですね。で次、my heart。heart は part の P と H を入れ替えると同じ発音になりますね。ここの部分一緒なんですよ、発音が。なので、まず、ふ、ふ、ふ、H は、ふ、ふ。で、art、art、art。この動画でも説明しました。よかったら見といてください。この時は、heart と hurt の違いについて説明しました。で、これは、heart なので、r ですね。heart、heart。ここが、That once was my heart. That once was my heart. ですね。So. はい、これ二重母音 O ですね。So. So ではなくて So. So ですね。So, why, why. これは、はい。W, I, why, why ですね。Why. Not. はい、大きいあですね。Not, not.Take, take. 何回も出てきてますね。二重母音。Take, take. So, why not take? 最後は all of me. You took the part, took the part. You took the part, you took the part. The じゃなくて that ですね。You took the part that once was my heart. That once was my heart. That once, once.Was my heart. So, why not take? Why not take? これ大きいですね。Why not take all of me? All of me? All of me? All of me? ですね。All of me. Why not take all of me? Can't you see?I'm no good without you. Take my lips. I wanna lose them. Take my arms. I'll never lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can IGo on, dear, without you. You took the part that once was my heart. So why not take all of me? はい、では以上となります。今日のレッスンはいかがでしたでしょうか。今日はちょっと諸事情ありまして、小さな声でお送りさせていただきました。きちんと聞こえていますでしょうか。分かりにくいところなどございましたらコメント欄よりお知らせください。あなたからのリクエスト、要望、コメント何でもお待ちしています。次回はピアノマンをお送りする予定です。でその後にですね Let it be を予定しております。で私はぜひですねジョージ・ハリソンのソロギターを自分で弾きたいなと思ってすでに練習を始めております。1日目はこんな感じでした。タンタンで現在のところはこのくらいまで上達してきております。一日ちょっとずつですけれども練習を頑張っています。ねまたリクエストありましたら遠慮なくコメント欄よりお知らせください。この動画がいいねと思われた方はいいねと、動画がアップロードされたらすぐにでも見られるようにベルのボタンもチャッしといてくださいね。往年の洋楽を楽しく歌ってまいりましょう。じゃあまたね。バイバーイ。